はい、どうもヒロと申します。今回はスペインリーグエピックからファンデルファルトのおすすめ育成紹介やっていきます。選手の詳細見ていくと、176センチ、利き足左足、ナンバー10でポジション適性がトップ下、セントラルミッドフィルダー、右サイドハーフということで、最初ね、うわナンバー10かーって思ってたんだけど、右サイドハーフできるのがマジでありがたい。さらにね、逆足精度最高なんだよ。利き足左でなおかつ逆足精度最高、右も使えると。で、能力見ていくとね、ドリブルとパスが初期能力から高いんで、中も切り込めるし、サイドからクロスも狙えると。しかも実際にね、使ってみたんだけど結構ハマる。右サイドハーフ迷っていて、ファンデルファルト持ってる方は今回紹介する育成でサイドハーフで起用してみてください。まあ、スキルはシュート系のスキル持っていて、ワンパススルーパスもあると。さらにやっぱね、ピンポイントクロスも持ってるんで、先ほど言ったように中切り込めてシュートも狙えるし、サイドからのクロスも狙えると。やっぱ右サイドハーフ起用を考えて、やっぱ左利きなんで、本かダブタつけてあげたらもうあといらないんじゃないかレベルで充実してるんで、ぜひつけてあげてください。それでは早速おすすめの育成紹介します。はい、ということでこちらがファンデルファルトのおすすめ育成になります。決定力3、パス6、ドリブル11、瞬発8、スピード10です。チームスタレベル100時点でこのような能力になります。オフェ戦80乗って、ドリブル系も全部90乗ります。で、パスがフライパスだけ90に乗るようにしてます。グラッパも88と十分高い能力なんで、パスのズレもあまり気にならないと思います。で、決定力も3だけ振ってあげて、フレースキック、カーブ値を90に乗せます。で、スピードも低いんで、まあ、そこまで振らなくていいんじゃないかと思う方もいると思うんですけど、キック力が最近ね、重要だと思うんで、というのもね、ビッグタイムタケ、久保建英使ってて、キック力が高いんで、結構ね、いろいろ調節してみたんだけど、いや、95からね、すごいシュート打つようになってるんで、ここはね、意識して育成しました。瞬発も8振れば、オフェ戦瞬発80乗るんで、まあ、ここも十分かなと思います。まあ、正直ナンバー10嫌いな方多いと思うんですけど、今回サイドハーフ起用ができるということで、使っててもめっちゃ優秀なんで、ぜひ持ってる方はもったいないんで、使ってみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。